はい。おはようございます。即下塾の久保です。今日は6月19日でございます。土曜日ですね。広島は大雨でございます。関東の方はなんか晴れみたいですよね。まあ日本全国、雨ってことはなかなかないですからね。ついつい自分の地区が雨だと、よその地区も雨だと思っちゃうんですよね。まあそんなことはないかということでございます。はい。私の YouTube のアカウントが1週間の停止措置を喰らってですね、今新規の動画がアップロードできません。ライブ放送もできません。でもすぐに、 サブチャンネルを設定して、そこでね、放送を続けてまいりました。折しも、一週間前っていうのは、そのアカウント停止が始まった一週間前っていうのは、みんなの銀行という案件が始まったばかりだったんですよ。ですので、私はね、せっかく自分のメインチャンネルで、みんなの銀行を広めていけるかなと、皆さんにね、1000円稼がしてあげれるな、最大30万のチャンスをあげれるなと思ったんですけども、ちょっと不利な状況になっちゃいましたね。でも、サブチャンネルという不利な状況でも、 みんなの銀行、今日までですね、38000円稼ぐことができました。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。そして、FX の相場解説も毎日やってきました。だいたい FX は20万円ぐらいの売り上げがこの1週間、サブチャンネルを通じて上がっております。それからね、YouTube の広告収入ですけども、なぜかこちらの方も入ってるんですよ。あの、メインのチャンネルの動画アップロードは一本もされてないんですよ。 でもチャンネル登録が増えて、再生数が増えてるんですよ。これすごくないですか仮にね、私が YouTube の活動しなくても、その YouTube は、どこかで再生されて、誰かのチャンネル登録を誘発して、売り上げになってるってことなんですよ。これがですね、資産の資産化ですよね。なんのこっちゃって話でしょ通常資産っていうのは、その時国旗だったりするんですよ。私たちの暮らしではね。例えば、自分という体を使った資産。 これに労働することによって1時間1000円もらうみたいな、そういうふうなね、一発型の資産がありますよね。でも私は YouTube を始めて、YouTube で動画を1時間で3本、4本、5本、10本作るじゃないですか。まあ1時間で10本ぐらい作りますよね。そうすると、作った時ももちろん自分の体を使ってる資産を使ってるってことになりますけども、でも、それをやってない時でも、YouTube 上で動画が勝手に再生されて、その資産がですね、 二回目、三回目、五回目、十回目っていうふうに発動するんですよ。ですんで、私が何もしてないときでも、本当に何もしてないときでも、YouTube が活動してくれて、私の分身たる動画っていうのが再生されてるということで、収入が上がるんですよね。ということでね、私はアフィリエイトってものがすごいなと思ってるのはそういうところなんですよ。自分がもうやらなくても、一生分の仕事がアフィリエイトっていうところで終わってしまうんですね。 はい、今回も動画をね、たくさん上げさせてもらって、ライブ放送も相変わらずサブチャンネルでさせていただきました。おかげさまでライブ放送に誰も来ないってことはね、なかったです。今日もお一人の方が視聴してくださってますんで、最低一人の方はね、私がやれば見てくださるんだなということでございます。そしてこれはですね、皆さんにも同じことが言えます。もしね、ライブ放送皆さんされることがあったら私に通知をください。私は必ず見に行きます。 その時に時間がリアルタイムで見れなくても必ず YouTube は見に行きます。で、コメントを書かせてもらいますんでね。それを励みにやっていただければと思います。どうですか再生されることが確実な、そんなライブ放送。ね。えー、動画のアップロード。これほど心強いものないじゃないですか。で、私が見たら拡散する可能性高いんでね。ぜひ、それを当てにしてやっていただきたいと思います。はい。えー、それでは本日は以上ですかね。 えあと何か申し上げることがあるとしたら、ああ、そう,そうそうそう、あの、IT エンジニアの件ね、えっ、ー、と、一応締め切りというか申し込みが来なくなったんで、20名弱でに、今19名なんですけどね、ここで一旦お申し込みは締め切りさせていただきます。えー、稼げる方法、これからもどんどんね、お知らせしていきますので、そちらの方もお当てにしてください。 あとね、スマホマイスターっていうのをやりましたけども、こちらの方も、あれから放置でもあれなんでね、せっかく資格取ったんで、その資格をどのように活かしていくのか、売り上げに立てていくのか、それからどんな活動すればいいのか、こちらの方もね、あの、進めていこうかと思います。特にスマホマイスターの認定証を皆さんとかにも完全に行き渡ったと思いますので、特にね、連絡ない方も多いですけども <laughs>、来ましたよって言ってくれるのかなと思ったら、言ってくれなかったりするんですけど、まあ、それはいいです。えっと、スマホマイスターの資格を取られた方、 そういった方向けの LINE グループがすでにありますので、そちらの方にご希望の方は招待しますので、えー、ちょっとね、またメールを送らせていただきますので、皆様スマホマイスターのご受講された方は今しばらくお待ちください。私の方からね、個別でメールを送る、個別ってか一斉にメールを送らせていただきます。それでは本日は以上です。ありがとうございました。今日も一日元気にいきましょう。